ミキティチャンネル。スータン、今度ね、ランドセルこの間作りに行ったじゃん。そこの工場にもう一回行くんだけど、でなんかね、スータンとかこれから小学生になる子の好きなもの何がいいかなと思って、なんかお願いできたらしてこようかなと思って。どんなランドセルがいいですか？キラ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 あとは素敵素敵どういう素敵？可愛く。何色がいいとかある？ピンク。ピンク、ピンク6年生まで持てるかなどうかな。だからあれだよね、小さい小学校 1,2 年生の時はピンクにして、なんか 4,5 年生になったら色が変えれるようにしたらいいよね。なんかお姉さんの色にね。あとどんなのがいいかな。なんかいっぱい入った方がいいよね。だってあと飾りも。飾り、飾り、どんな飾り？リボン。リボン、リボンの飾り、大きくってでも軽いのがいいよね。カチャって閉めなくてもポンってやるだけでカチャって閉まるやつ。自動で閉まるやつ？カチャって、すごいね。雨降った時さ、出してさ、着る、着たらさ、あ、レインコート持っていかなくてもいいじゃん、中に入ってたさ。あ、レインコート入れたいの？そこにすごい晴れてる日も入れとくの？それはすっごい軽い小さいレインコートが必要じゃない？ランドセルじゃなくて、ね、あと暗くてもなんかちょっとこう、あ、暗くてもあの明るいとかね、明るいとか、そう、見えるね、光る、あ、暗、定期をなんかこうちょっと便利にこうつけられたらいいよね。鏡とかついてなくていいの？鏡、あ、鏡ついてるこうやって鏡、あ、鏡でチェックするの？うん。じゃあそんな感じですかね。はい、じゃあそれで聞いてきます。はい、どんなのができるか、レッツゴー。はい、ということで改めまして始まりましたハローミキティチャンネルです。そしてお隣にいらっしゃるのはナース方向さんの与田さんです。よろしくお願いします。お久しぶりですね。どうぞ。ご無沙汰してます。あのもう前回あのランドセルをお借りして娘にも見せたんですけども、はい、とってもやっぱり可愛くってすごいテンション上がってたんですよ。ありがとうございます。そこでですね、あの我が家勝手に会議を開きまして、はい、ツータンはどんなランドセルが欲しい、これも可愛いけどどんなのがいいって聞いたんですよ。はい、それを今日ちょっとメモってきたんでお願いがありまして、ぜひ、はい、オリジナルランドセルを作りたいなるほど。皆さんね、いろいろ考えてこういういろんなランドセル作っているとは思うんですけれども、今リアルに、まあ、2020年2021年ですよね、リアルに母親と娘が欲しいランドセルっていうのをですね、はい、あのぜひ一緒に作りたいなと思うんですけれども、はい、いかがでしょう。そうですね、まあ実際どういうものなのかっていうところのアイデアとか伺いさせていただいてもよろしいですか？はい、ぜひぜひ。我が家の娘と会議をした結果をご報告勝手にさせていただいていいでしょうか？はい、ちょっと楽しみにしてます。まあでも本当にランドセル何が大事って言ったらやっぱり娘も分かってて、大きくて、軽くて、丈夫、でね、これも定番ですよね。そうですね、もうね、そうそう、三大スペック。そうですよね、はい、であと、まあ、傷がつきづらいっていうのは、まあ、娘と私共通の思いではありました、であと娘としてはやっぱこう女の子キラキラしてほしいと、なんかこうキラキラするところが欲しいっていうのと、はい、なんか飾りにリボンが欲しいっていうのと、ピンクがいいって言われたんですよ。ピンク、はい、でも多分世の中の親御さんも娘がピンクって言ってるの分かってるけど、私はピンク嫌なのっていうやつあるじゃないですか親としては6年生までやっぱりちゃんとね、丈夫に背負ってほしいので、だから取り替えられるのってできないかなって、なるほど、思ったんです。あとは夜遅くに子供結構歩いてるんですよね。もう冬なんてもう5時ぐらいになったら真っ暗になってるのに、キーンコンカンコン言ってるライト、なんかこう
ライトつけてここにいますっていう、なるほどなるほど、引かないで私っていう、はいはい、ここにいるよっていうやつをやっぱりつけたいなっていうのとか、あとね傘はすごい持ってっても忘れる。そうだから私のママ友とかは傘を1ダースで買って、はい、すぐ渡せるようにしてるっていう人もいるぐらい傘はねなくなるんです、壊れるし。なんでその辺をちょっとどうにかしていただけたら世の中の、はい、はい、なるほど、母子ともに喜ぶんじゃないでしょうか、うん、軽くて丈夫で機能的で、うん、ピンクっぽい色で、はい、色が途中で変えられて、うん、ピカピカして、うん、キラキラして、うん、傘がついてるランドセル、うん、最高ですなるほどそうしましたら、はい、うちの会社の方にデザイナーがいますので、うん、はいはい、ちょっと、その辺交えてお話し合いさせていただいてもいいですかね。ぜひお願いします。はい、失礼します。すいません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめまして、ナース方向デザイナーの渋谷です。よろしくお願いします。渋谷さん、はい、お願いします。今日はですね、私が娘と、はい、ちょっと勝手に会議をした結果を持ってきまして、はい、ちょっとオリジナルのランドセル作れたらなということで、ちょっと聞いていただきたいなと思ったんですけれども、はい、あ、そうですね、それくらいかな、うん、その辺をちょっと、はい、娘と相談してきたんですけれども、はい、いかがでしょうすごくこう発想豊かで、はい、面白い、はい、私たちにはこう普段思いつかないような、はい、アイデアがたくさんあって、すごく、はい、素敵なアイデアだと思います。ありがとうございますですね、私たちもランドセル、うん、考える中で、うん、日々いろいろな方からご意見聞いて、はいはい、ランドセル作っていく中で、うん、すごい今の藤本さんの話、うん、すごいよく伝わってきました。嬉しいですで、よろしければ私からいくつか制作エピソードご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ですね、私たち、キッザニというブランドなんですけれども、その中にも様々な種類のランドセルございます、うん、エレファントキューブというランドセルになります、はい、まずこちらがエレファントキューブなんですけれども、コンセプトといたしまして、まず大きくて、うん、それでもって丈夫で、うん、あと力強さみたいなものをメインのコンセプトに出しております、うんうんうん、通常こちらに縁があるランドセルが多いんですけれども、キューブ方式といって、こうすっきり大きくてもすっきり見えるといったこちら作りになっております。うん、そうなんですよね、うんうん、女の子なんですけれども、やはりこちら小花をモチーフにいたしておりまして、うん、はい、小花のすごい可愛らしさといったものを表現したいなと思いましたので、うん、いろんな刺繍糸色をこちら使っているんですけれども、はい、こちらの刺繍糸以来ペラすごく苦労いたしました、うんうん、あとですね、やはり女の子キラキラしたもの、はい、すごくキラキラありますね、そうなんですよね、ここに、はい、すでにすごく目をハートで、はい、目を引くものといったもので、うん、こういったキラキラ要素も忘れずにこう入れさせていただいたりとかっていうものをいたしました。あとやはりカプセルを開けていただいた時に、はい、こう楽しみみたいなものもやはりこうパーといった驚きだったりとか、うん、そういったものもすごく大切な要素にはなってくると思いますので、はい、まあ、こちら刺繍の色はもちろんのこと、うん、カプセル裏の印刷だったりとかっていうものも、いいですよね、印刷の色とかも鮮やかな色を選ぶように工夫いたしました、うん、もうとってもこだわって作っているのがすごい熱い気持ちがすごく伝わってきたんですけれども、そこで改めてなんですけれども、その熱い思いを私と一緒にランドセル作っていただきたいなと思うんですが、いかがでしょう。ぜひ、はい、おー嬉しい。うん、軽くて丈夫で大きくて、はい、任せてください。はい、後もさせていただいて、はい、はいはい、お願いします、はい、まあ、あとそうですね、うん、まあ、ピンク色だったり、うんうん、リボン、うん、ハートとかも全然問題ないですし、はい、
そうですね、あと、まあ、ここの部分変えるっていう先ほどおっしゃられたと思うんですけれども、うん、なかなかね変えるってなってくると、はい、やっぱり周囲とかそういう感じになってくるんですよね。そうね、どうにかいけないもんかな。それができれば本当になんかいいのにね。でまあその辺いろいろと考えながら、はい、いろいろとねいいデザイン、うん、オリジナルのものいいかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということですね、一緒にランドセルを作っていただけるということで、これからいろいろと話し合って素敵なランドセルを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、ハローミッティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。